マリサ、これを見てちょうだい。街中のあちこちにこんなものが貼り出されているみたいだわ。え、なんだ、どれどれ。エルデ王女の婚約式のワズが本人不在。ドタキャンしとるって感じなのか。でもハイス街海はエルデには何か起きているということだよな。じゃあ、それが悪いニュースであることは間違いないだろ。婚約式を拒否ることにも何か理由があるんじゃないだろうかね。だったら、私たちでエルデ王女の元へ足を運ぶことになるわね。そして、そこで起きていることを解決するという感じよ。そうだな。王立図書館からお城の方向も逆だし、若干距離はありそうなんだよな。なあ、ハイス。すまんが案内してくれねえか。もちろんですよ。エルデ王女に何かあるということは黙って見過ごせません。さあ、私に続くのです。エルデ城はここよりまっすぐなんです。さあ、行きますよー。あ、おい待て。お前、足早いんだから毎回毎回、追いかけっこしとる場合じゃないんだぞ。でもこのまま、ついていけば城にはたどり着く。小石たちと合流したいのもそうだが、耳鳴りとして入ってきた情報が気になるような感じであるからな。なあ、言うか。そうね。エルデ王女の身に一体何が起きているのか気になる。この国を治めているものならなおさらよ。そうだな。だからパパッとやって。マリサさん、ユウカさーん。ハイスの声がするぞ。おい、どうしたんだ。あー、聞こえているんですね。地球上史上最悪の出来事が起きました。マリサさん、どうか助けてくださいませんか。おい、トップバッターとして走り出したくせに一体何がどうなってんだ。つうか、お前、どこにいるんだよ。私なら、下です。ちょうどマリサさんのそのなんというか、うっすす。ああ、己はどこ見とるんじゃあ。っていうかマンホールの下にいるんかよ。そんなところで下水道モンスターごっこしとらんでよじ登ってきやがれ。それができたら苦労はしませんよ。残念ながら足をくじいてしまったみたいで。どうか助けてください。しゃあない。おっし。いうか、ハイスを救助するぞ。それじゃあ引き上げるわよ。私のパラソルは長さの調節が可能だからね。それ、ハイス、さあ捕まりなさい。ユウカさん、ありがとうございます。でもなんだか私がお魚さんのようにグイグイと釣られていく感じがなんだか気持ち悪いです。我慢しろ。もう少しで地上だぞ。それじゃあ、行くわよ。ああ、助かりました。まさかマンホールの下に落っこちるという世紀末の現地に協力してくださり、助かりましたよ。びっくりしたぜ。もう走るなよ。で、エルデ城はあれか？はい。ライマイク共和国の中心部に位置する国のシンボルとも言うべきお城ですよ。エルデ城はライマイク共和国の歴史に深い関わりがあるくらいなんです。私もこの王国の住民として、姫様との関わりも深くあるのですよ。私はただの錬金術師でもありません。故に私は国のために貢献したこともあるくらいなのです。それはすごいわね。じゃあ、ハイス。この国のことに詳しいのなら、エルデ王女を探すのは簡単なんじゃ。はい、姫様のことに詳しいのは当然ですよ。キョエラお祭り、ありましたよね。でもそのお祭りのムードをぶち壊すかのように、姫様の悪いニュースが瞬く間に広がっているんです。そんなことがあってはならない。ですので、私たちで安否を知るべく、エルデ城に潜入します。そしてエルデ様を狙う魔獣が倒してやりますよー。では、エルデ城に突入。ってところだが、おいちょっと待て。なんだあれは？ここはラーメン屋か？すごい行列ができとるんだが。これでは城内に入ることができねえぞ。ハイス、どうすればいい？強行突破を試みるか、別の入り口を見つけるか。ここは突破します。さあ、私の手をつないで。ちょっと待ちなさい。無理やり突破するなんて無謀だと思うわよ。お前は天使。っていうかなんでここにいるんだ。金色赤ね依頼ね。役もゆかりにお願いされてね、このライマイクという国に召喚されたわけよ。それで聞けばあなたたちはアーティファクトを奪われて、それを取り返すどころかこのような場所にいて、パニックになってるんでしょ。まあ、そうなんだ。でも小石たちと離れるわ。今とんでもねえことが起きているかもしれねえのに、このような人だかりで前に進める感じじゃないんだよ。そういえばゆかりもどこにいるのか気になってたわ。天使、ゆかりはどうしているのかしら。それについては後々判明すると思うわ。まあ、この私が来たんだし、あなたたち見て犯すわよ。協力してくれるのか。
助かるぜ。デハ天使、私たちは。そんなことがあったのね。で、お姫様の無事を調べるためにお城の前に来ているわけね。はい、姫様は結構この城の中にいるんです。ですが困ったことに城内入る前にはたくさんの人だかり、これではいとも簡単に入れそうに見えないんですよ。天使さん、あなたという助っ人さんが来るのなら、ここにいる人たちをどうにかできないでしょうか。やっぱし、強行突破するしかねえんじゃないかな。いや、マリサ、それもそうだけど、入り口がダメなら、裏口を見つけるしかないわよ。まあそうだな。お城に裏口は定番だもんな。はいすよ、どこから回れば裏口に通じるんだ。いやあ、私が案内します。うっふ、ここに来てマリサごっこが体験できるとは思わなかったよ。マリサごっこ言うな。さあ、裏口に。裏口じゃあない。言うかよ、不法だ。ここはブリッジサイドのようだ。しかも秋めいた神社のような場所だぞ。ここ最近ブリッジサイドも激しいのかしらね。一歩進めばすぐに飛ばされている。何なのかしら。まあ、ここで考えても仕方がないだろう。とにかくいつものように出口と言ってもどうせ遮られる気がするぜ。あら、よく見ればここって守谷神社じゃないの。守谷神社にいるみたいよ。ってことは、なるほど、つまりサナエらがいるに違いない。さすがにあいつらは襲ってこないだろう。かなこ様、誰か来たみたいですよ。あら、珍しいわね。サナエ、案内してあげたらどうかしら。はい、そうします。参拝客でしょうか。お、サナエ、ここは守谷神社だよな。聞いてくれ、私らは迷ってきたんだ。出口はあの階段を降りればいいんだよな。降りられるわ。でもせっかく来たのに、すぐ帰るなんてもったいないと思うけど。かなこ様の言う通りです。私からもお願いします。せっかくいらしたんですし、どうぞ守谷神社でごゆっくりくださいよ。マリサ、ここで一服しましょう。今のところ悪い感じにも見えないし。そうだな。なんだか見たことないお茶だな。それは私が作ったお茶よ。あんまり知られてないお茶でね。妖怪の山ならではのものよ。普通のお茶だと思って飲むと案外違ってたりするわよ。えへへ、さすがはかなこ様のお茶です。さあ、お二人もまだ満足できてないでしょうし、そろそろ宴の始まりを見せる時かしら。なんだ。さあ、諏訪子、準備はいいかしら。諏訪子はいつでも OK だよ。あら、お客さん来てるじゃんか。かなこ、なんでうまいところ持っていくのよ。うっふ、一つぐらいいいじゃないの。じゃあ、ここからあなたに任せるわ。なんでもこの子たち、神社から出ようとしてるみたいで。なるほど、それはいけないことだね。やあ、スワッチと遊ぼうよ。ここで帰るなんて後悔するだけよ。それに今も書いてない感じだね。だったらスワッチが提案してあげるわよ。今にはいっぱい願い事を書くの。でもかなこが言うにはあなたたち、ここから帰るつもりなのよね。スワッチがそれを簡単に許すことがないと今にそう書いちゃえばいいんだよ。お茶は飲んだ。それに参拝する予定もない。なのにここから出てはいけないんだよ。帰るなんておかしいこと言ってないで私と遊んでればいいんだよ。ほら、秋めきこの風景に酔いしれているだろう。スワッチがとことん遊んであげるから、まずはそこのあなた、こっちに来なさい。何しやがるんだ。話しやがれ。おい、いいか。こいつをどうにかしないとここで謎の遊びやらに付き合わされることになるぞ。それがマリサ。私は捕まってしまったわ。参拝客のくせに、私たちのもてなしを振り切ろうなんて、生意気なことするわね。でも諏訪子が言うように、ここに来たらすることをしてから、帰ってもらわないとね。そうですよ。ただで返すわけにいきません。諏訪子様の言う通りにしてください。まあ、言うかは預かるわ。まずはあなたが諏訪子の遊び相手ね。くっそー。わかったよ。遊んでやる。おい諏訪子、私は何すればいいんだ。やっとその気になってくれたか。スワッチ嬉しいよ。じゃあマリサ、あなたはカエル役に抜擢するわよ。カエル役？どういう経緯でそんな役割に当てはめられているんだ。じゃあマリサ、目をつぶっててよ。おう、一体何をする気だ。じゃあ、もう開けていいわよ。スワコ、お前は一体何をする気だ。動いちゃダメよ、マリサ、あなたはカエル役でしょ。ならそこでじっとしておくべきだよ。今からね、私がペロリと平らげて
を食らうなんて、そんなことはさせねえぞ。食らえ、ブレイジングスター。スワコ様に攻撃するなんてマリサさんじゃないですよー。あなたたち、どうしてくれるのよ。参拝客のくせになんてことしているのよ。こんな危険な参拝はげんなりだ。私らは帰らせてもらうぞ。スワコはきっと大丈夫だ。大丈夫じゃないわよ。戻ってきなさい。アリス、大変なことが起きているわ。何やらエルデ城の入り口にたくさんの住民が押しかけているの。これ、エルデ様関連のことが原因しているかも。エルデさんが婚約なされることが、国民の耳に入ったのでしょうか。ええ、ライマイク共和国は一つの情報が瞬く間に広がるほどなのよ。特に王族関係の話題はあっという間に広がる。そうなの。特にエルデ様の婚約話は国民全体に驚きを隠せないもの。それほどエルデ様は国外の王子様から目につけられるほどなのよね。マリーたちの自慢のエルデ様も今やにして有名人よ。ですが、エルデ様はいやいや婚約を。住民の皆さんはエルデ様が拒んでいることをきっと知ってないでしょう。ええ、そしてエルデ様はセレデイネ様の元にいる。なんとかしてエルデ様の元へ向かわなくてはならないのに。お城にはちゃんと裏口も存在しているわ。ジェバロドンは知っている。アリス、ジェバロドンについてきなさい。その裏口はあまり使われてないもので、閉鎖しているんだ。でも何かあった時には解放できるようにしているのよ。少し遠回りになっちゃうけど、これもエルデ様を助けるためよ。アリス、急ぎましょう。はい。それにしても皆さんの行動力がいいですね。チームワークがあるというか。そりゃあるわよ。ジェバロドンフレンズとして共にしてきた日々が無駄にならないと証明するためにもね。だからアリス、英雄になる勢いでやれることはやるのよ。私たちとの関係が途切れることはないけど、私たちはアリスの友達。まだその時じゃないけど私たちの信頼する大切なエルデ様を助けるための手助けならば、ここで手を抜いたことはしないわ。そうよ、何遍も言うけど、マリーたちのアリスちゃんだもん。エルデ様を救えば、ライマイク共和国の英雄になれるわ。だから、最後までのろしを上げたまま進みましょう。皆さん。そうですね。私が今できること、皆さんの言う通りエルデさんを救う。それだけですよね。私はやったりますよ。むわー。